ようこそネタどうもそうじゃないそうですということで、今回はですねこちら乃木坂462024年カレンダー発売ということで、ちょっとねこの2024年カレンダー見ていきたいなと思うんですけれども、もうそんな時期ですかと、ね、毎年言ってるような気がするんですけど、もうその時期来たかっていう感じでね、僕毎年あれだからね、この2024年カレンダー、2024年では今年だけだけど、このカレンダー発売、乃木坂のカレンダー発売で、ああもう今年終わるんだなっていうのをね実感させられるんですけれども、カレンダー2024年来年のねカレンダーが発売されますよっていう、マジで早いっすね。もうだって今年終わりだからね、今来年のカレンダー発売されるってことは、まあ、ちょっとねこの2024年カレンダー今年どんなデザインなのかとかね、いろいろ見ていきたいなと思います。まずはですね販売受付期間なんですけれども、10月20日ですね、今日19時から11月5日23時までということで、2週間ぐらいですかね、ありますよっていうことなんで、まあ、ゆっくりに決めてもらったらと思うんですけど、まあ、今回予約ではないのかな、予約ではないので、まあ、数量限定売り切れ次第、まあ、終了という形にはなるので、まあ、もう決まってる人はねできるだけ早くもう今日中にね買ったりとかしちゃった方が確実にね買えるんじゃないかなと思います。お届け目安、お届け予定日がですね2023年12月21日から2023年12月31日までに順次配送ということで、まあ、今年中にねしっかり届くよという来年のカレンダーなので、ね今年中にこの販売では一時販売ではしっかり届くよっていう感じのこの一時販売になっております。まあ、今回もですね、まあ、最近と同じ全く同じように、まず壁掛けカレンダーが AB2 種類、ありますよという形と、またはですね個別卓上カレンダーが あったりだとか、そのカレ個別卓上カレンダー用のオプションパーツがありますよという、まあ、去年だったり一昨年だったりと変わんない、ラインナップにはなってるんじゃないかなって、まあ、デザインがね変わったりだとか、まあ、メンバーもね変わったりだとかっていう感じですけれども、まあ、ラインナップとしてはまあ一緒っていうね感じになっております。まずはね壁掛けカレンダー A から見ていきましょう。壁掛けカレンダー A こんな感じになってまして、まあ、値段がですね、まあ、壁掛けカレンダー AB 両方ですけれども税込2800円となっております。でまあね今回のデザインが一応まあこんな感じでサンプルでね、アヤメンとミックのサンプルになってますけども、2人とも美しいね。二人とも美しいっすね。で、まあ今回もお花があったりだとか、リンゴがあるじゃん。リンゴも落ちてますよっていう、ちょっとこうなんか自然の中のにいる二人みたいな、美しいお姫様二人いますよみたいなねの感じですけれども、まあなんかここ数年のこう乃木坂のカレンダーってこういう感じでね、お花とこう一緒にみたいな感じで、まあ、であとは美しいおしゃれな感じのね、まあ、ほんとパッと見カレンダーってわからないような美しいデザインなんじゃないかなと思うんですけど、今年もね、まあ、今年が来年ですね、2024年カレンダーも、まあ、そんな感じにね、なってますよっていうか、衣装もすごいっすね。ミックが真っ白の衣装で、でアヤメンがね、アヤメンなんかね赤ずきんちゃんみたいなね赤ずきんちゃんではないでしょ、ほんとお姫様みたいなね感じの衣装ですけれどもね、アクセサリーなんかもつけちゃって可愛いですね。僕このミックの分け目が好きだよ気持ち悪い、気持ち悪いんでやめてください。で、カレンダー A のですね表紙一番前のね、がこれですね。1月にめくる時の表紙がこんな感じ、表紙可愛いっすね。表紙がなんか青空みたいな、空に文字がね描かれてますよって、乃木坂462024カレンダーっていうね感じで、これ可愛いですね。でまあね、この壁掛けカレンダー AB もちろんメンバーがね、毎年違いますけど、今回もね AB それぞれメンバー違いますよということで、今回のカレンダーの A のね、メンバーがこんな感じとなっております。テレパン、ミック、ナギ、梅ちゃん、カッキー、ヤンちゃん、タマちゃん、デンちゃん、リカちゃん、サツキちゃん、レイちゃん、アヤメン、アルノちゃん、ハズキ、ユミキちゃん、アヤティ、ヨダちゃんということで、強強メンバー揃っておりますよと。ナギいるし、僕の推しメンのナギいるしって感じでね、強強メンバー揃っております。でまあ今回もですね購入特典だったり抽選特典があるんですけども、まず購入特典こちらですね、2024年壁掛けカレンダー A を、ご注文のお客様対象にあたかって推しをしたポストカード12枚セットをプレゼント。まあこれもですね毎年、あるんで、まあ同じような感じかなっていう、この壁掛けカレンダーのデザインのポストカードが、1月から12月のポストカードがもらえますよってついてきますよって感じで、で抽選特典がですね今回こんな感じになってまして、2024年壁掛けカレンダー、個別卓上カレンダー、個別卓上カレンダー用オプションパーツを税込5000円、送料手数料除くご購入ごとにメンバー直筆サイン入り壁掛けカレンダーと同一デザイン生写真が抽選で200名様に、当たりますということでね、まあこんな感じで抽選特典もあるんで、まあ買うんだったら、まあ、5000円、まあでもそうか、壁掛けカレンダーだけだと5000円届かないんであれですけど、まあ壁掛けカレンダー、個別卓上カレンダー買えば5000円
いくんじゃないかなと思うので、まあこういうね抽選特典もあるので5000円以上を買うっていうのもいいんじゃないかなと、ありなんじゃないかなと思います。はい、じゃあ次はですね B 見ていきましょう。壁掛けカレンダー B がこちらとなってまして、サンプルはですね水木になっております。ちょっともう限界突破しちゃうじゃんお前、ねねね限界突破でしちゃいますよね、歌っちゃうぐらいね限界突破しちゃってるやんって感じですけど、まあ、水木はまたね、まあ、水木も、まあ、今回なんかこう自然の中にお花がちょっとあって、なんか若干切なさというかさ、あもう僕この何芝生じゃないか、自然のこの色がちょっとこう暗めじゃないですか。だからなんか若干ねこう切なさも感じたりするわけなんですけど、まあなんか森の中に妖精さんいましたよみたいなね、そんな感じのコンセプトなんじゃないかなって勝手に想像してますけども、いや水木やばいっすね。まあ水木はちょっとこう、ね、寝そべってるみたいな感じなんですかね、ポーズ的にはね、感じでこっちさ見てきてねね、なんかカチューシャもしちゃってさ、めちゃくちゃ可愛いっすね。で、B のですね表紙が、こんな感じになってますね。 A の方はこう水色だったと思うんですけど、こっちは薄ピンクっていうね感じに、なっていて、で文字が青色っぽいね、水色っぽい感じに、なってるっていう感じで可愛いですよね。で B のねメンバーがこちらということで、まあ A にいなかったメンバーになるんですけれども、イオキちゃん、リリアン、レンタン、サクちゃん、ひなちゃん、あやちゃん、いろはちゃん、サクタン、くぼちゃん、クロミン、ゆなちゃん、まゆたん、なお、れのちゃん、みゆちゃん、ヤコブちゃん、水木ということで、こちらも強強メンバーとなっておりますそれ当たり前ないよ、全メンバー可愛いんだから。当たり前ですけれども、僕の推しメンしっかり A、B に分けるのやめてもらっていいですかなぎは A でさ、あやちゃんは B っていう感じで分けるのやめてもらっていいですかって、まあそういう人もね、多いと思うんですよ。推しメンがね、こう複数。こういる人とかはね、 A、B なかなか固まることってないですから、自分の推しメンが複数いてね、どっちかにいるっていうね、どっちかというかどっちにもいるっていうね感じですになると思うんで、ちょっとそこ困るなっていう感じですけれども、 B のメンバーねこんな感じとなっております。そしてですね、まあ購入特典一緒ですね。こっちはカレンダー B の方は B のポストカードが12枚、ついてきますよっていう感じで、まあ抽選特典ももちろんありますよという感じになっております。はい、じゃあ次はですね個別卓上カレンダーになります。見ていきましょう。個別卓上カレンダーが税込み2750円となってますね。壁掛けカレンダーより50円だけ安いよというね、50円安いよっていう感じになってますけれども、まあ、サンプルねなぎですけども、ありがとうございますサンプルなぎありがとうございますっていう感じでね、まあ、今回の個別卓上カレンダーのデザインがこんな感じとなってまして、いやいいですよね。まずナギの服装がすごいよね。ナギの衣装がね、なんかこっから下は薄ピンクで、ここはなんか白みたいなね、でちょっとこう肩というかここがね肌が出てますよっていう感じで、これは美しいね。衣装もすごいですけれども、で今回あれっすね、この何台座っていうの、この下のね壁掛けじゃなくてカレンダーをこう立てるところがおしゃれっすよね。こうステンドガラスみたいな感じになっていて、で、まあ、今回は壁掛けカレンダーとかの表紙を見る感じ、あとこの、ね、台見る感じ、こう薄ピンクとこう水色っぽい色合いというかねになってるなっていう感じですけれども、いやいいですね。でカレンダー右側にあって、みんなでメンバーが左側にいてみたいなね、感じになっております。で他にもサクちゃんのサンプル、あらあらサクちゃん白いね衣装着ちゃって、ポーズもいいしね、サクちゃんのサンプルもいいですね。で水木が水木これ壁掛けカレンダーの時も着てた衣装だと思うんですけど、ね、水木フラミンゴみたいなフラミンゴみたいな衣装着てるね、ピンクのね、いいですね。こんな感じのねデザイン、確か去年のねデザインが結構白な感じで、あの冬っぽい、めちゃくちゃ冬っぽいねデザインだったと思うんですけど、今回はまた違ったねこんな感じのおしゃれな感じになってるんじゃないかな。特にやっぱこの下のね台がめちゃめちゃおしゃれだなと思います。でも、まあ、こちらもですね購入特典ありまして、2024年個別卓上カレンダーをご注文のお客様を対象に、4クリアファイル1枚をプレゼントと。はい、で、次はですねこの個別卓上カレンダーに付けられる個別卓上カレンダー用オプションパーツということで、まあ、全部でタイプ D まであるんですけれども、まあ見ていきましょうか。まあ、それぞれアクリルスタンドっていうね感じになっていて、アクリルスタンドの春夏秋冬っていう、まあ、オプションパーツにね今回はなっているみたいです。前見ていきましょうか。まずは春ですね、オプションパーツ A、アクリルスタンド春ということで、だから春っぽいこう衣装と、まあ、お花も持ってますけれども、のアクリルスタンドなってるっていう感じでね、いいですね。このナギもいいねやっぱりこの台がね立てるところがおしゃれですよね、こっちもね。
こんな感じとなってまして、で、まあ、立てると、まあ、こんな感じに、ね、なりますよと、まあ、カレンダーの前というかね、に立てられますよという感じになってますので、まあ、このオプション用パーツですね、カレンダー用オプションパーツはですね税込み1250円となっております。それぞれ1250円となっております。で B 見ていきましょうか。 B が夏っすね。いやいいね夏ね。この何この服装好きよ僕。この感じの服装好きよ。でアイスですかこれ。アイスというかメロンソーダか。メロンソーダ全然アイスじゃない。メロンソーダ持ってますけどもね、ありがとうございます。でまあ台もね夏っぽいこう水色っぽいね感じになっていて、はいこんな感じですね。ではこっちも購入特典ありましたね。2024年個別卓上カレンダー用オプションパーツを1回転2点以上、ご注文のお客様を対象に、どうかと使用したアクリルバッジを購入点数分、プレゼントということになってるみたいなんで、だからこれのあれですよね、アクリルバッジが手に入るっていう、くれるっていう購入特典でくれるっていう、これ熱いっすね普通にね。この購入特典いいっすね。はい夏がこんな感じと、で冬が、はい冬じゃない秋だね秋飛ばしちゃったけど、で秋がこんな感じになってまして、いやいいな秋っぽい、ちょっといいねなぎ大人なね感じでね、バッグなんか持っちゃってね、はいこんな感じのデザインとなっております。で冬が、あいいよ冬好きマフラー好き、マフラー好きですね。いいね冬なぎいいね、ありがとうございます。かわいいめちゃくちゃ、ね、こっちね待ち合わせしててみたいな、であちょっと遠くからなぎがこんな感じで見つめてきてますよみたいなね、妄想がすごいですけども、冬こんな感じ、冬好きだね僕、冬めちゃめちゃ可愛いっすね。はい D がこんな感じとなっております。で、このオプション、パーツ A から D、全てね、まとめて買えるよっていう4点セットもこちらありまして、税込み4600円と、なっております。4種類、春から冬ですね、4点が全て、ついてきますよという感じになっております。で、あさくちゃんこの、あらあらさくちゃんもいいねめちゃくちゃね。で水木、あ水木いいね、水木もいい、さくちゃんもいい、どっちもいい、もうみんないいね。まあそれぞれね、まあ今回個別卓上カレンダーもそうですし、このオプションパーツもね個別っていう感じになってるんで、それぞれ推し面のですね、ものを買ってもらったらいいんじゃないかなと思います。はいまあそんな感じですかね。いやどうですか皆さん今回のデザインは。まあまあ壁掛けカレンダーに関してはね、まあ、結構毎年同じようなデザインですけれども、まあ今年もね来年もね2024年のカレンダーも素晴らしいデザインになってるよっていう感じだし、まあ AB どっちがいいかに関しては正直もうどっちも買えっていうねどっちも買えっていうそう感じですよね。メンバーもだってもう決めらんないもんね。まあ AB はもう両方ねぜひぜひ買っちゃっていただいてっていう感じで、まあ個別卓上カレンダーのデザインは、まあ、今回そのオプションパーツがね春夏秋冬のこうアクリルスタンドっていうことで、でこう季節を感じられるようなというかね、本当に春夏秋冬っぽいデザインになってるというか、このオプションパーツをつけることによってさらにねカレンダーらしいというか本当に1年を感じられるような個別卓上カレンダーのね今回はデザインになってるんじゃないかなと思うので、この個別卓上カレンダーも2024年のねデザインも素晴らしいんじゃないかなと思います。まあだからね、まあ、AB 壁掛けカレンダー AB、まあ、自分が推しめいる方を買ったりだとかで、まあ、個別卓上カレンダーをプラスして買ったりだとかっていうのがね一番いいんじゃないかなと。まあオプションパーツに関してはつけたい人が、まあ、つければねいいんじゃないかなっていう。まあでも今回のオプションパーツ結構いいですよね、春夏秋冬っていう。今年2024年のねこのオプションパーツはねいいですね個人的にいいなって思いました。はいまあそんな感じでですね今回、2024年カレンダーがね、発売ということで、今年もねこの時期がもうやってきちゃいましたよっていう感じですけれども、ぜひね皆さんどっち買うか AB どっち買うかとかですね、何買うかとかコメント欄で今年のデザインどうかとかね、今年じゃない今回もう何回お前今年っていう年間って感じですけど、この、ね、2024年カレンダーのデザインどうかっていうのをね教えていただけたらなと思います、ということで今回これで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。さよならもう全ての散りゆく花に奪われて、何度も何度でも眠る夢、そんな春がもう嫌いだ。